ブルージャック。はい、まだ30です。食った、落ち込みで食った。すごいね、効果的。はい、スキジグです。ブルージャック、キヨくんが作ってこれから発売されるブルージャックという 50g 前後のジグなんですけど、メタルジグなんですけど、非常に引いてもこう泳いでるし、それから落ち込みの時もこういいアピールをしてるんで、まあかなり釣れる、メジとかそれからカツオとかに狙ってるんですけども、銀鮭はもちろん速攻、一回もアクションしないうちに食っちゃいました。こうですね、コーナーですから、下から一番ボトムのところで落ち込んだら、ほら一番下の方を下向いて多分食ってるんで、こう下向いて上がってくるところを食ったりとかするんで、砂の中にいるコーナーを食ってます。ちょうどぴったりだね、この今食べてるコーナーとこのブルージャックがサイズが多分かなり近いと思います。魚が違う。ほら、はい、ダメだ。変わったもんが来ました。変わったもんが来ましたね。はい、本当言うとこれテールにつけた方がいいよね。前につけては尻尾バン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 振ってるけど、本当は尻尾にそのままつけて引いてくるとこう泳ぎが綺麗に出るような気がする。今もこう出てるけど、跳ね方がこう激しく、尻尾の方が細いんでピュッ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 、アピール力がすごい強いかもしれないけど、泳がせるんだったら後ろに1個貼り付けた方が面白いと思う。で、落とすんだったらこれでいいと思う。水が、してた、これ水が冷たいから困っちゃう。今下から10メーターぐらい。ジグで金華サバ。